ゲージと呼ばれる広大な空間、とある人物の記録の傍ら、白い布をかぶったような可愛らしい彼女は遥か上空から地上を見下ろしていました。そこには記録に害を与える黒い鳥たちが大群でひしめき合っています。視野を覆い尽くすほどの黒、本来の物語を蝕み歪めてしまう闇。彼女の仕事はこの黒い鳥たちから記録を守ることでした。しかしあまりにも多い黒い鳥たちの数は彼女を探索させるには十分でした。はあ、倒しても倒してもキリがないわ。人がいるところであればどこにでも現れ、無遠慮に増殖し、汚らわしく何より深い、まるでゴキブリのようだと彼女は思いました。さらに彼女が気を抜くと、荒ぶった鳥たちが白い布の裾をついばんだり、体を引っ張ってきたりもします。彼女はうんざりしました。大切な記録を好き勝手に改変、いや解約するこの黒い鳥たちとの戦いは本当に終わりが見えません。特にここ最近、彼女の体感では黒い鳥が発生する頻度が上がっている気がします。不穏でざわつくような嫌な予感。彼女も知らない特殊な要因で刑事に変化が訪れているのかもしれません。しかし今彼女にできることは、いつものように黒い鳥を退治し、貴重な記録を守ること。さあ今日もお仕事お仕事。自分に葉っぱをかけて彼女は仕事を再開します。彼女の献身的な尽力と貢献によって、ようやく世界に本来の色が戻ってきました。時間はかかりましたが、周囲の黒い鳥たちは無事に駆除できたようです。記録は正常な形に戻っているでしょうか。彼女は確認のため空を飛び回って経過を確認しました。今のところ特に変わったところはなく、辺りには平穏が訪れたようです。結果に満足した彼女はここで一休みすることにしました。彼女はひょいっとレザーシートを取り出し、その場に広げます。そして愛用の水筒に入れておいたお茶を、これまたお気に入りの湯飲みに注いで一服します。仕事を終えてからのティータイム、彼女にとって至福のひとときでした。けれどもそこまでゆっくりとしていられるほど時間に猶予はありません。彼女に任された場はここだけではなく、たくさんあるのです。苦労はあってもやりがいのある仕事、まだまだ引退するわけにはいきません。存分にリフレッシュした彼女は、自前のお茶セットを大切に収納しました。またアクセクとした刑事での仕事が、黒い鳥たちとの戦いが
始まります。次の仕事もそつなくこなし、ティータイムを堪能するつもりでした。この時彼女は気づいていなかったのです。この記録にはまだ甚大な損害、運命の不正があったこと。彼女は次の記録を守るため、ケージの中を進んでいました。今日も仕事は順調と思っていたら、ケージの様子がいつもと違うことを彼女は察します。なぜか作動しているワープに用いる装置、普段は上がっているのにいつの間にか下がっている扉を開くためのレバー。彼女はじっと違和感の理由を考えます。初歩的なことね、マイディア。思い当たる原因は一つ。ケージに彼女以外の誰かが侵入し、どういうわけか自由な意志を持って動き回っている。しかし相手の姿はどこにも見当たりません。侵入者は彼女の優れた監視の目を逃れ、痕跡が見つからないよう慎重にことを進めているようです。しかし彼女の追跡からは逃げきれません。名探偵が侵入者を探そうと思ったその時、大きな怒号が遠くから聞こえてきました。違うぞ、どうなってる。まさかそんなことが。てめえが言ったんだろうが。声は一つではありませんでした。何者かが誰かと声を荒げて言い争っています。もしもこの声のどちらかが敵であれば、それは彼女が予想もしていなかった、より狡猾で残忍な存在がケージに現れたということ。由々しき事態を前に彼女は推理をストップして現場に急行します。大事に至らないといいのだけど。彼女が現場に到着した時、事態は全て終わっていました。間に合わなかった。彼女が刑事の異変に気づくのが遅れたことで、どうやら犠牲者が生まれてしまったようです。どうしようもなく歪んだ記録によって刑事にまかれた波乱の種、それが芽吹いてしまったのです。今彼女の目には人影が映っています。物語の中心にならざるを得ない人物の影が。そこにいるのは黒い服に身を包んだまだ幼い少女。自分という存在を正しく認知できない、意志と感情を失い、言葉を紡ぐこともかなわず困惑している黒い少女。浮遊しながら黒い少女に彼女は近づきます。辛い旅になるかもしれない。きっと痛みを伴う長い戦いになる。
それでも歪められ壊された記録を元に戻すため、ケージの平穏を守るため、彼女に与えられた大切な任務のため、仕事に徹して心を決める彼女の姿に黒い少女が気づきました。動揺しながらも立ち上がる黒い少女。その心を落ち着かせるため、彼女は努めて冷静に優しく話しかけます。さあ、お困りのようね。こうして黒い少女の、少女たちの壊れた記憶を取り戻す物語が始まったのです。